はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、広角レンズエルマリートの 21mm M マウントですね。はい、はい、ご覧の通りエルマリート 21mm の F 値が 2.8 シリアルが3268827 ですので、1983年ですねのライカ、エルマリート 21mm ということになりますね。こちらがですね、まあ、21mm というとスーパーアンギロンが有名なんですけれども、スーパーアンギロンはあのシュナイダー製のライカがですね、シュナイダーに OEM を出して、製造されたレンズだったんですけれども、こちらはですね、もうライカ純正の広角 21mm レンズということになっておりますね。はい、では、外観から見ていきます。年代物のレンズではありますけれども、ご覧いただいてます通り、おおむね綺麗な状態ですね。こういうローレットの部分にも、摩耗して下地が出たりしてませんし、文字消え、すれあたり、へこみも見えない感じですね。こう見ていただいて、落下して歪んだりとかですね、どこかに強くぶつけたような跡は見られないです。はい、マウント部も綺麗ですね。スーパーアンギロンのように後ろ玉がこうドーンと突き出たりしていませんので、こちらはですねライカの M5 とかですね、CL とかでも問題なく使うことができるレンズなんですよね。はい、もちろんデジタルカメラにも普通にご使用いただけます。ライカ M とか、M8、M9 のようなデジタルカメラでも問題なくご使用いただけるレンズになっております。スーパーアンギロンはですね、後ろ玉は干渉しなくてもですね、M8、M9 には使用 NG ということに公式でなっているんですけれども、こちらはデジタルでも問題なくお使いいただけることができますね。あの赤く色かぶりしちゃったりとかしないですね。はい、レンズですね。はい、レンズ、前玉、後ろ玉、ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗、ぶつけた後などなく非常に綺麗な状態です。もちろん中玉にも曇りカビ、バルサム切れなど見当たりませんね。はい、チリホコリの混入も、まあ、肉眼でほぼほぼ見えませんけれども、まあ、ゼロではないかもしれませんので、まあ、念のために分解、整備、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただければと思います。はい。絞りも軽快に動作してますね。油の乗り、羽の痛み、ないですね。はい。ピント、ヘリコイドも、動きムラなく、いっぱいいっぱいまで、滑らかに動いてますね。はい。ということで、外観、光学、内部の機構ともに非常にいい状態のエルマリート 21mm ですね。付属品がこちらのリアキャップと、純正のレンズフードですね。はい、はい、このような感じですね。それとこちらの元箱ですね。はい、21mm の元箱、エルマリート M マウントですね。こちらが付属しております。はい、ということで大変いい状態のライカの人気広角レンズエルマリート 21mm 元箱フード付きになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。